の湧水樹か。初めて来たけど、すっごい綺麗なところだね。空気が澄んでるよね。とっても落ち着くところだね。でも落ち着いてるだけじゃダメだよ。ここには材料を集めに来たんだから。うん。で、ルルアちゃん、古文書にはどんな材料について書いてあるの？大魚のヒゲ、ここの主が持ってるんだって。主ってことはお魚さんなのかな。でも、うん、思ってたより魔物がたくさん。ここで主を探すのは大変そうだな。そうだね。ここはアーキュリスの水源だし、美味しいお水を飲みに魔物も来るんだろうけど。あれってオーレル？すごい、魔物を一撃で。おーい！なんだ、ルルアか。それに、はじめまして、エーファと申します。ルルアちゃんの幼馴染です。ああ、そうか。僕はオーレルさんですよね。ルルアちゃんに依頼を押し付け頼んだ。なんか今トゲがあったような気が。気のせいか。そうだねえ、オーレル、オーレルはどうしてここに？ああ、ここには魔物が多いと聞いてな。修行がてら魔物退治に来たってわけだ。ほうほう、それはちょうどいいですな、エーファさん。そうですね、ルルアさん、渡りに船ですね。なんだお前たち、急にニヤニヤしだして怖いぞ。まあまあ、あのね、オーレル、私たちオーレルの依頼のためにここに来たんだ。というわけだから一緒に行こっか。は？いや、はじゃなくて、オーレル依頼人でしょ。依頼人なら私たちのこと手伝ってよ。意味がわからないぞ。どうして依頼人が手伝わなきゃ。まあまあ、魔物がたくさんいる場所に女の子を二人放置するのも気が引けるでしょ。オーレルさんがいてくれてよかった。よろしくお願いしますね。おい、こら、勝手に話を進めるな。おい、お前。心が癒されるよ。
切り裂く。一気稼いだ。それ。切り裂く。当然の結果だな。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。虫取りは得意だよ。錬金術の材料にもなるし、お得だね。余裕余裕。錬金術の基本、おろそかにしたらバッチが当たるよ。よいしょっと。出発だね。楽しいお出かけになるといいね。どれを作ろっか。どれがいいかな。くらい作ろう。ビビッとくるのは、なんとかなるなる。多分言ってるね。これでいけそうかな。これで平気？いけるいける。はい、はい、一段落。何を作ろうかな。ビビッとくるのは。
作ろうかな。大自然の前では僕の剣も、いや、いつかはきっと。よいしょっと。これは調合に使えそう。何の材料になるか調べないと。一気に仕掛けよう。これでまた最強の座に。おいさ、お昼か。お腹空いたよ。ご飯ご飯。おいさ、これは役に立ちそうだね。中身の何か作れるかな。か、種類によって性質も違う。しっかり勉強しないとね。おいしょ。植物は錬金術の基本。おろそかにしたらバッチが当たるよ。一気加勢だ。丸くしてっと。こうした方が。よいしょ。開けごま。
切り裂く。よくわからないんだが、その古文書とやらに書いてある話は合ってるのか？そもそも突然空から落ちてきたものなんだろう。かなり眉唾なような気もするが。そんなんじゃダメだよオーレル。何事も疑うだけじゃダメダメ。信じる者は救われる。信じていればなんとかなるなる。世の中ポジティブでなくちゃ。さすがルルーちゃん頑張れ。僕はとんでもないやつに依頼をしてしまったのでは。まあいい。それで主のことなんだが、もしかして水中に潜んでいるんじゃないのか？主というだけあってきっと魚の魔物なんだろう。だとすればありえない話じゃないと思うが。あ、確かに。だとするとどうすればいいんだろう。お魚だし釣ってみるとか。あ、釣っちゃうのはいい考えだね。でも魔物を釣れるくらい丈夫な釣り竿なんて。どうした、すっとんきょうな声を出して。いや、古文書が光って。来た来た来た。ほら見て、ここ何も書いてないな。もうオーレルにも読めないの？また古文書に文章が増えたんだよ。しかも今回はすごい釣り竿と餌の作り方みたい。まあまだ完全に読めたわけじゃないけど。へえ、ほんと困った時に頼りになる本だね。それじゃあ古文書の解読を進めてみよう。そうすればきっと主とも会えるはず。そううまくいくといいけどな。行くってば。よし、頑張ろうね、みんな。おい、行くぞ。グズグズしてると置いてくからな。新しい文章。よいちょっと。何が出るかな。さーてと。よいしょっと。
然の結果だな。強くなるタコも強くなりました。これでまた最強の座に。よいしょ。水はこぼれやすいから注意して採取しないとね。なんとかなるだ。当然の結果だな。お、暗くなっちゃった。アトリエに戻った方がいいかもね。よいしょっと。さあ出発！今日は何が見つかるかな？